毎週土曜日午後6時半からのエイズミュージックプレイヤー、今週もいろんなコーナーを引っ提げて常磐線からやってきた DJ あやなです。番組専用ブログはアメブロで rco-to で検索してください。またツイッターでは番組に関するメッセージや感想などもご応募しております。何度も言っております、アカウント名リンゴウサギでお願いいたします。突然ですが、ニュースの時間です。こんばんは、アラサクリステルです。土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。本日はゲストコメンテーターお招きしております。貴重なミュージシャンからのゲストです。ヒネモスやショピン、そしてご自身もソロ活動をなされているアーティスト高橋ペチカさんです。はい、こんばんは、高橋ペチカと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速本日のラインナップご紹介いたします。 CM 明け10分のコーナーは A の世界、今週はショピン、そしてヒネモス、ソロ活動もなされているアーティスト高橋ペチカさん、ご自身の音楽に対する思いや音楽に関する楽曲に関することとかいろいろもうじゃんじゃん問い詰めて聞いちゃいたいと思います。音楽もいっぱい流したいと思いますので皆さんお耳をご拝借。第2幕ではコンペイトー星からやってきたサブカル音楽研究員アニャニャのコーナー、今日は研究員がまた新たに加わりました。謎の助っ人研究員の素顔とは。そして第3幕ではエンタメ天気予報あたりのコーナーです。今週は、高橋ペチカさんご自身の情報を掘り下げます。そして番組終盤の15分のエクストラタイムは番組のファンの愛の力によって蘇る15分間となっております。今週もよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。アガサ・クリステルでした。